ワールドメイトは深見東州が教祖を務める神道系の宗教団体である。1984年にコスモコアという名称で創設された後、コスモメイトやパワフルコスモメイトを経て1994年に現名称のワールドメイトに変更した。2012年に宗教法人として認証された。大家元祖、大美香などを祀る。 本部を静岡県伊豆の国市に置く。立花の香りが海祖だが後に深みが競争的な位置づけとなった。神道系の新宗教であり、若者をターゲットに音楽や様々なエンターテイメント要素のある軽い、ノリと神事での厳粛さの使い分け、競争深みのエンターテイナーとしての魅力、1990年代の霊界ブームでの深みの著作の人気などで勢力を、 拡大した。宗教学者の沼田賢也は、大元など教派神道の一派とみなすべきものと述べている。その一方、深見は著作において、神社神道の世界を紹介しており、神社参拝を重視し、特に伊勢の広大神宮を報じる。神社参拝による開運ができると考えている。沼田は、深見が神道のみならず、仏教など宗教全般に白式で、仏教、 宗教、道教、神道の要素外では大本教の教えと重なる部分が多いが、それに、世界信仰文明教団、道院高満寺や座会等の他の教団の教えと、彼独自のものが付け加わっていると評している。また、伝統的なものと最先端のものの融合が見られ、ニューエイジと類似した面があると述べている。教団において、霊能力者の立花の薫、徳田愛子、 植松愛子は神の啓示の受けて、深見当衆は神の仕組みの担い手として仕組みを解明し広める役目であったという。大谷元祖、大御香様を最も重視しており、総本部にある広大臣御社の祭人である。姿なく終わりなく、無限絶対、虫虫の宇宙的な神であるとされる。巣の神は世界急成教世界信仰文明教団の数形対象と、 同じであり、立花の薫に1972年に降り、使命を与え、深みとの出会いを予言した神であるという。キリスト教のヤハウェ、アマテラス大臣や、国のとこたちの命、守護霊などもすべて巣の神が、人間にわかりやすいように仮の姿で現れたもので、あるとしている。巣の神と神道が結びつく理由は明らかでないが、ジャーナリストの溝口厚子は、 大元の影響を指摘している。様々な神仏が取り入れられており、ご利益があるとされる非常に達したようなグッズが販売されている。太陽系は一目に見える物質の世界である、現実界、二目に見えない霊の住む霊界、三神の世界、深海からなり、それぞれの世界はこう押し合っており、物質界より霊界が、霊界より深海の能力が高く、神が、 主導権を握っているという世界観を持つ。沼田賢也は深みをシャーマンでありさ庭でもあるとみなしており、シャーマンとしては脱婚と憑依の両方が見られると述べている。深みの前世は聖徳太子であり、神が憑依合体した存在であるという。立花の薫はシャーマンでありさ庭であり、こちらも神が憑依合体した存在で、前世は水古天皇ともされ、 会員からは、この世界でただ一人許された特別な使命を持った方と呼ばれる。深みは、霊能力者で悪霊を払うことができるとされ、教団では、除霊、前世鑑定、守護霊鑑定、守護霊のランクアップ、病気の霊的な鑑定、霊的な美容法、ダイエット法など、様々な秘宝が行われており、秘宝が重視されている。教団は、宗教団体としての、 弱者救済の立場に立った、慈悲試合の実行、人道的見地に立った、会員や社会への対応、社会良識に基づく誠実な対応を3、大スローガンとし、組織運営の根幹に置くとしている。沼田賢也は、神より、新人合一の道とそれを成就するための信歩が、降ろされたところであり、実在の神を掌握し、神を行事新人合一の道を極めることが、 スローガンであると述べている。新人合一により新しい時代を切り開き、魅力の世を実現することを目指しているという。過去に古代文明の栄えたムー大陸があったと考えられており、その頃は深海と現実海が互いによく認識していた神世であると考えられている。魅力の世は250年以内にできると考えられており、古代のように再び人間が、 新人合一した存在になる理想社会であり、深みはこのような万能の存在のひな型とされている。宗教学者の島、その進むによると、個人参加型、隔離型、中間型の新宗教3分類のうち、サークル感覚の個人参加型に属する。脱続的、出家的なあり方を否定し、社会生活の中で人格を磨く必要性を説いており、仕事や、 家庭生活との調和を重んじるとする。毎日新聞取材の世紀末の神様では学園祭型新宗教と命名されており、会員が必要な範囲で団体が提供する情報を摂取してもらえばいいという大学の任意サークルのような自由なスタンスを取る。組織への強い忠誠心を求めるというよりは常に明るく安定した心理状態を保つという、 明るさの追求が強調されている。ナショナリズムとインターナショナルな要素が入り混じっており、天皇性を重視し、世界連邦の形成を目指している。世界連邦形成のために、諸宗教の対話が必要であるとし、そのために政治を重視している。深みの描くユートピア像は、マルクスがドイツイデオロギーで描いた共産主義ユートピアと似ており、マルクスは、 国のとこたちの命の分身であるとしている。深みは、神道国際学会という日本文化、神道の研究紹介を行う NGO を設立して活動に深く関与しており、この組織は実質的にワールドメイトの財政援助で成り立っている。ドイツの宗教学者インケンプロールは、日本の新宗教の教団は、自分たちの主張を発信するために、 学術活動を支援することがあるが、その最も典型的な例だと述べている。神道国際学会を通じて、深みの活動を支持する新党関係者は少なくない。全国の神社に多額の献金も行っている。深みに五感の医師、カダの霊が降臨したとして、医療法人北信会を設立し、治療行為を行っている。この病院では、現代医学、 東洋医学、神道医学の用いて総合的な診断を行うという若者など現代人にアピールするため、人種、民族、宗教の壁を越えるものとして、音楽芸術、福祉活動、スポーツを重視し、ブラインドゴルフの支援など、多様な活動が行われている。また、ビッグビジネス経営経済研究所主催で、フランシス・福山、渡辺昭一、深見による、 国際シンポジウムなど関連組織の主催で大物を招いたイベントも開催されている。2000年に雑誌、サイの深みとワールドメイトに関する記事が名誉毀損に当たるとしてワールドメイトが提訴。以降、当事者、岩波書店、新潮社など批判的な記事を書いた出版社を相次いで訴えている。ワールドメイトの活動による被害を訴える声もあり。 2002年に批判的な弁護士を中心にワールドメイト被害救済ネットが立ち上げられている。なお、沼田賢也は教団にとってマイナスの報道に関して深み、立花に離反して解雇された元スタッフらによるアンチ活動の影響があるとも述べている。立花の薫は1934年に東京で生まれた。母が彼女を見ごもった時に観音菩薩が 体内に入る夢を見たという。少女の頃は霊感があったというが、しつけに厳しい上流階級の家庭でごく普通に育てられた。結婚し、安定した家庭の主婦であったが、33歳の時に母が亡くなり、神の使いとして母の霊が夢枕に立ち、以降様々な神が夢に現れ、夢の導きで訪れた万代山の古い神社で神の実在を悟り、 新人合一の道の信奉が下ろされたという。以降、家事育児を通して修行に励むようになり、一心不乱に家事をすると文字が浮かび、その意味を読み解きしばらくすると、また別の文字が浮かぶ、という修行が6、7年続き、1972年にの神が降りた。女性を導け、己の存在を時期が来るまで外部に知らしめるなという信託があり、後に、 深みとの出会いを予言されたという。立花は新宅を受け、家事や作道稼働などのサークル、景気教室を開き修行とした。これらは女性の学びの場であるが、立花は自身が大学に行っていないこともあり、女性が大学に行く必要はないと考えていた。また、一時期世界信興文明教団の信者だったことがあり、親族に複数の幹部がいた。 深見当州は1951年に兵庫で生まれた。父は津産でおり家庭環境は悪く幼い深見は母を助けてほしいと神仏に熱心に祈っていたという。宗教学者の沼田はこの時の経験が深見を宗教の道に進ませた大きな要因であると述べている。救いを求めた母が信仰していた世界救世教に深見も幼少時から親しみ、 高校入試前に正式に入信し熱心に活動した。後に大元のお取り次ぎで母の病が改善し、例の実在や心霊による病気治療の可能性を確信するとともに大元にへ転校した。同志社大学に進学、大学生の頃から他人の未来や心が投資できるという具体的な霊能力が現れたといい、学内外で知られるようになり、大元の幹部、 出口京太郎に声をかけられ、友人と共に彼の指導を受けたという。大元との関係は大学を卒業してしばらくの間続いていた。大学卒業後、1975年に大和ハウス工業に就職し、営業マンになる。学生時代に大元の出口京太郎に悟された影響もあり、それまでの霊的側面中心の関心だけでなく、 宗教のあるべき姿を知ろうと仕事の合間に、宗教関連の読書に励み、大本と提携している銀座の道院高満寺屋座会で、東大有数の知識人である、事務局長の根本博史に指示して学び、全国から集まった霊能者、心霊家、超能力者たちと競い合い、多くの日本の重要人物との縁を得た。その後、道院高満寺屋座会で、立花の薫と出会う。 根本に学び深い宗教関係の知識を持っていた深見は何も持たず知らず生活から出た真意のポイントしか指摘しない立花に衝撃を受け教えをこうようになり家族や宗教的な仲間たちと共に立花家とその周辺に引っ越し深見は立花の下で修行をし直したこの時の仲間が後に教団幹部となっている深見とその家族仲間たちは 立花の家で一年間共同生活を行い、1978年に深見は大和ハウス工業を退職した。立花は親戚と共に東京に株式会社30林を設立。深見は東京の西尾木久保で学習塾の30輪学園を始める。その後、深見は青山という名前で著作を刊行するようになる。1984年、 コスモコアという団体を設立し、講演会活動を開始。1985年、深みの著作、深海からの人随力の出版に伴い、会員数が増加し、活動が活発化した。1985年1月に有限会社コスモコアを設立。1985年12月に有限会社コスモメイトに改称。 1987年にコスモコアをコスモメイトに改称。1987年に立花出版が設立された。1988年に広大臣御社、旧正広大神社を建立して総本部に定める。1992年から文化活動が顕在化し、内紛、従業員、元従業員との間で労働問題が起こり、 元幹部や職員、信者との間で、いくつかの裁判が起こり、脱税の疑いでの強制調査があり、批判的な報道もなされた。1994年4月にコスモメイトを、パワフルコスモメイトに解消。1994年12月ワールドメイトに解消。団体名の解消は、団体自身の器が大きくなるにつれ、さらなる救済力や普遍性を発揮する組織に、 生まれ変わるという意味があるという。ワールドメイトに解消するタイミングで、教祖も青山から東州に名前を変えている。広大神社として1995年までに宗教法人の申請をし、ワールドメイトとして2012年9月に宗教法人となった。日本に183カ所の支部、アメリカ合衆国やイギリスなどの国に10カ所の支部がある。会員数は、 2017年2月時点で7万7千人。2019年1月時点の公式サイトで約8万2千人。ワールドメイトはアマテラスカミを、はじめ800万の神々を報じ、神道系宗教団体を名乗るが、確固とした協議はないとされる。深みの表伝を書いた磯崎史郎は、実在の神を掌握し、神を行事、新人合一の道を極めることを、 ワールドメイトの特色と定義している。守護霊と本人の本令の合体を基礎とする、新人合一の追求をスローガンとする。魅力の世の後大項目、新人合一には5つの基準が関わることが、立花の薫によって明らかにされた。会員は、社会生活の中で、見たみ磨きの日々を送ることを重要視している。社会生活で生き抜いていくバイタリティ、エネルギーを、 神なる御霊の輝きと捉え、命の輝きこそが、神なるものとしている。深みの前世は、聖徳太子であり、神明はスメラ朝日で、深海のピラミッドの頂点に立つ日の出を御神,神であり、国祖であり、地球神霊界の神が、脅威合体した存在であるという。立花の薫はシャーマンであり、サニワであり、神明を、 スメラー・イスといい、この花作や姫であり、主神の銀河系レベルの化身である白山くくり姫が、主として、脅威合体した存在であるとされ、前世は、水古天皇ともされる。沼田賢也は、深みは立花を自分より高く位置づけていると述べている。教団においては、大元の出口直と出口を二三郎になぞらえられている。ワールドメイトは、世界級聖郷、大本。 世界暮れないアザカイに由来しているとされる。島、その進むによれば、大元、世界級正教、信仰の系譜を引いており、新宗教の中で、新党ナショナリズムを代表する団体である。戦前の新党ナショナリズムの様々な要素が見て、取れるが、戦後に発展した、新宗教とは異なる要素が組み込まれ、 新しい浸透的なショナリズムを形成しているとして二つの特徴を挙げている。一つ目は、日本精神の優秀性や、その結果としての世界の融和統一が見られるが、日本の経済的、政治、文化意識が見られる一方で、政治力の低さという弱さの自覚が見られるという点である。二つ目は、日本人の精神的支柱は浸透であるとしているが、 偏教な日本絶対主義を好まず、日本精神の優秀性を包容性という点に見出すという点を挙げている。国学や国家神道よりは、大元の路線に違いが、先に述べた偏教を好まず、日本精神を包容性に見出す等の側面や、密教的、神仏集合な側面がより顕著であると評している。また、島園は、教祖の深みは、英語が得意で、 キリスト教や仏教、儒教や中国の前語録にもよく通じており、新しい要素が見出されるとしている。神社会や神道学会とも密な連携を持つ。沼田は、大元の出口なおが、おほもと親友で展開した内容と深みの若者を、ターゲットに軽いノリで提示された世界には、時代性とも言い切れない根源的な差があるように、思われると述べており、出口なお、出口鬼三郎より、 社会的に高い層の出身である立花と、深みはごく最近まで、剥奪体験に乏しく、中流階級が主流となった現代日本でも、大本教系というには、民族宗教の枠から大きく逸脱しているように、見受けられる、と評している。不教の義務はなく、沼田賢也は、個人参加型の教団の中でも最も拘束が低い、ものの一つと評している。書道、農学、 ダンス、ゴルフ、新体動、和歌、演劇、音楽など多様なサークル活動が行われている。ただし、すべての会員の結束が緩やかなわけではなく、中核の会員が属する奉仕グループ、玉垣会は一定の組織化がされており、他の会員に比べても進行への熱意が高い。共団員は、正会員、巡回員、法人、清流会で構成されており、会員は、 セミナーや催し物に参加でき、ご神事録などの読み物、セミナーや新刊のチラシが送付される。磯崎志郎は、来る者拒まず、去る者を追わずの民主的なあり方を心がけ、会員に不況義務はなく、神事や講演会への出席の義務はないと述べている。情報源は、メールマガジン、郵送物、電話、ウェブサイト、書籍、カセットや CD、 ビデオや DVD 等があり、好きな情報源から自由に選択できる。沼田健也が研究を行った1995年時点では、秘宝重視で、驚学の学習面が弱い傾向があったという。深みは、人々の魂を本来限られた人間しか行くことのできない、星霊界に連れて行く、星ツアー、チャクラをすべて一気に開かせる、チャクラ全開大秘宝、守護霊を、 レベルの高いものに入れ替える、守護霊早め、抗体秘宝、悪い因縁の DNA を組み替える、血液転換秘宝、美容面に作用する、心霊美容術、痩せる秘宝、ハゲが治る、身長が伸びる、視力を良くする、頭を良くする、酒の味を変えるなど、300以上の秘宝を身につけているとされ、様々な秘宝が実施されている。セミナー等では、 心霊を憑依させた深みと会員の間で間違った人生哲学や性格などを強制するという問答も行われ、これは全問答に似ているという。金持ちになる。身長が伸びる。美人になる。頭が良くなる。血統転換。大条例。専属用などとする、非法セミナーの料金は高額な倍数百万円に及んだ。悪霊を払い前例を呼ぶ。 呪霊の儀式には五万円、内市数十万円の料金が取られた。教団には深み以外に、新法ごとく会などの有料の研修を受けた、数百名の旧霊師、旧統粒子、薬こと飛機師という神々とのお取り継ぎをする、選ばれた役職であるという存在がいる。沼田は会員数が少なかったこともあり、秘宝を授けられたり呪霊を行う旧霊師などの資格を得るためには、 ある程度まとまった金銭が必要であり、その上不況の義務もないため会員が増えにくいという特徴があったと述べている。神に確実に祈りを届け会運する神殿の方法を教えるという神宝ごとく会が開催されている。セミナーでは秘宝や占いも行われている。若者など現代人にアピールするため人種や民族、宗教の壁を越えるものとして音楽芸術、 福祉活動、スポーツを重視している。優れた音楽芸術は日本の神々を喜ばせるもので、新しい神の表現であり、真の神が降臨している証であり、また魂を磨く、手段、理屈なく神を掌握する方法として重視している。音楽性の高さは宗教活動が本物であると外国人や識者によくアピールすると考えている。 世界的バレリーナのマイアプリセツカヤと深みを含む会員が出演したバレエオペラや深みのコンサートなど様々なイベントが開催されている。深みが主催する定例セミナーには吉本新喜劇を中心に芸能人、有名人が招かれることもあり、深みや実家弟子の西谷安虎が歌うこともある。スタッフや会員には音楽関係者が多い。 教祖の深見当集は元来ユーモアやギャグにあふれたギャグ爆発の宗教家であるとされ、本部や主部名にもギャグ交じりの名称を名付け、公式ウェブサイトや著書等でもギャグが連発されている。これらのユーモアが重視されているのは深見の圧倒的な学識と博覧狂気な知識に裏付けられた深い思想や教えがあるためでもあると教団は述べている。ワールドメイトによると、 ユーモアを発信する理由は、三つある。第一の理由は、世界的宗教教祖とともに、宗教間対話と協調の運動を推進するためには、宗教的見地や足跡が認められるのみでなく、楽しくて面白い人間性、すなわち、センスオブユーモアがないと評価されないためであるという。第二の理由は、神道を明るく楽しい宗教であり、神道にとって派手で、ユニークで、 ユーモラスで爆発的に盛り上がる祭りを最重要の要素であると捉えているためであるという。祭りとは、穢れを払い、晴れの状態に戻す儀式であると捉え、非日常を徹底追求し、祭りの魅力を前面に出して、意義を解説し実践している背景があるために、ギャグが爆発しているという。第三の理由は、宗教を暗く真面目で深刻で近寄りがたいとか、 閉鎖的で共振的な儀式を行うイメージを持っている日本人が一般的に多くいるために、無知から来る偏見へのアンチテーゼとしてであるという。広大神御社での神社としての宗教活動のほか、全国各地の神社参拝、大祓神事、エンターテインメント的な要素が強い講演会、新人合一を目指す、新宝伝授、先属用や旧礼、コンサートなどの芸術活動、 チャリティなどの事前事業を国内外での福祉活動や公益活動、神道研究等への援助活動等を行っている。また、苦難に対する救済のための宗教はすでに数多く存在するため喜び、楽しみ、感動を作っていく新しい宗教を目指したいという教祖の意向により従来にはなかったユニークな活動形態をとっている。 ホープワールドワイドやカンボジア王国と協力し、24時間診療の無料病院への支援と運営を継続的に行っている。新党国際学会を中心となって組織し、日本の新党会や新党学者の積極的な協力もある。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災により、 関西の本部が所在する足足茶屋の町周辺でも、甚大な被害を受けたが、関西ワールドメイト会館は、神棚も建物も無事で、電力も使用可能であり、17日の地震発生直後から、被災住民の避難場所として活用された。教祖の深見当州は、震災当日に対策を協議して18日の早朝には、救援物資が積まれた3台のトラックと被災地入りし、 自ら人頭式をとって、日本赤十字社と連携しつつ、救援物資を届けている。19日には、スタッフ50人、会員の医師2人、看護婦2人が、現地に到着。関西方面の会員も加わり、おにぎりの炊き出し、布団、毛布300人分、水3トン、米500キロ、仮設トイレ88台、発電機13台、投光機20台等を、被災地に届ける。 物資費用は会員による救援基金で賄われた。東日本大震災の3日後に救援隊を結成し、被災者に支援物資を届ける活動を2ヶ月近く以上毎日続けた。英国の原子力専門機関から取り寄せたガイガーカウンター28台で計測しながら、福島原発付近にも進み、専門医より適切な除染を受けつつ物資を届けた。 震災における救援活動や寄付に対し、福島県岩き市、藍津若松市と岩手県知事の達祖拓也より感謝状を受け取った。1999年により、毎年サンタクロースに扮したボランティアが児童養護施設の子どもにクリスマスプレゼントを渡す活動を行っている。近年は全国で約3万5千人の孤児の3分の1程度に、 プレゼントを渡しているとしている。1996年12月、カンボジアのプノンペンにワールドメイトの資金提供と同国政府の土地提供によりシアヌーク病院が建設される。カンボジアでは20年近い内戦により医師や設備が不足しており、その現状に心を痛めた深見東州が24時間無料診療の救急病院の建設を決意し、 設立に奔走した。2003年1月、ワールドメイトの支援で第2病棟を建設し、最新医療機器を導入し、病床や研修用大会議室の増設を行う。2004年11月、ワールドメイトの支援により第3病棟を建設。2005年の時点では、24時間、無料、救急の病院はカンボジアに乏しかった。 カンボジアトップ医療レベルと総合教育を行うセンターとしてエイズマラリアの撲滅や医療を進めている。ホープワールドワイドと共に今日まで共同で運営にあたる。1970年代後半にクメールルージュによって虐殺された犠牲者の遺族に義援金を渡している。カンボジアの平均的年収の半分にあたる金銭と米を遺族本人に代表自らが手渡し、 物心両面からの救済活動を行っている。遺族への義援金は、傷つき、生きる望みを失いかけた人々を励ます。大きなメッセージになるものと認識されている。カンボジアの学校がない貧しい地域の子どもたちのために、小学校の校舎を20校建設したいという、カンボジア王国首相、噴銭の希望を受け、2005年から噴銭小学校プロジェクトを支援している。 2012年3月からカンボジアのバッタンバンでワールドメイトエマーチェンシーホスピタルを運営している。英国国教会カンタベリー教、ジョージ・ケアリーと協力し、宗教、言語、民族が複雑に絡み合う地域での青少年の正しい育成を目指し、2004年にエリザベス2世が開校したランベスアカデミーを支援した。2008年、 英国国境界聖職者のためのセントルクス病院の白血病の子供たちのための基金等を支援した。深みによると、自身が事業を行う理由と宗教の関連性について国民の8割がサラリーマンや OL なので、私自身もビジネス社会に身を置き、会社経営を続けることにしている。10円のありがたさ、100円の尊さが分かってこそ、 ビジネス社会で人が何を求め、何に苦しんでいるのかが肌で感じられる。庶民に寄り添った、生きた宗教ができるというわけだ。都市、深み自身の判断基準としては、論理的に考える以上に、典型を重んじる点はあるにせよ、宗教と実業は切り離していると述べている。ワールドメイトは、深見が経営する事業や慈善団体は、法的にも、財政的にも、活動内容も、 明確に区別していて、ビジネスと宗教の混同はないとしている。深みは、ワールドメイトの福祉活動として、日本王人ゴルフ協会を設立し、ブラインドゴルフの援助を行っている。教団のイメージアップ戦略の一環とも言われるが、深みは、信仰理念に基づくコスモメイトの社会活動の一環であると述べている。宗教学者の沼田健也は、以下の事業を、 深みが設立し主催する事業として挙げている。ありがとうございます。